自衛隊は日本の軍隊なんかじゃないのさ。アメリカの戦争に使われて殺されてもアメリカは日本を守る義務なんかないのさ。日本は自分を守る軍隊すら持てない国。エイプリルフールの嘘だと笑っておくれよ。そんな国があるわけないんだから、いつまでもアメリカの植民地のままのはずがないぜ。政府が国民に嘘をつくはずがないぜ。日本とアメリカの陰謀論よりも陰謀論な関係を歌にしました。難しい問題だと思うよ、ね、戦後80年も経ってこの状況だから。でもさ、一度この現実をさ、ちゃんと国民がちゃんと把握して理解して、それでこのままでいいのか、いやこのままじゃダメなんだっていうさ、議論もないままさ、何も国は国民に伝えずに、ただただ国会も通さずに閣議決定でどん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 決めていく。もちろんさ、日本とアメリカの関係は軍事的にはまだ植民地だから、軍事の問題はさ、全てアメリカが決めるんだよ。国会とかさ、総理大臣よりも上に位置する日米合同委員会とかなんていろいろあるんだよね。それで決まったことは国会でも最高裁判所でも覆せないんだよ。そういう国なんだよ日本って。それをほとんどの人が知らないじゃん。俺だって最近知ったもん。震災後2013年ぐらいに知ったんだけど、10年ちょっと前か。ほとんどの人が知らないわけじゃん。でこのままで俺いいとは思えないんだよね。特になんかね、愛国者とか言っとる人がこの状況を良しとする、まあ、意味がわからないなと思って、それでわしが知っとる範囲、結構勉強したんで、わしが知っとる範囲で音楽として伝えようと思って、このエイプリルフールという曲を書いて、一応ね、今わしが伝えたいことは全部歌にしたかなと思います。今の段階ではこれで完結だと思うんで、ぜひちょっと聞いて考えるきっかけになってくれたら嬉しいです。ハンサムハンジことハンジ大輔でした。